オーガスタイネス・ウィザースの植物が西洋すぐり、オーガスタイネス・ウィザースはイギリスの博物画家である。ジョン・リンドリーの果実園芸学雑誌や、ジェームズ・ベートマンのメキシコとグアテマラの乱の図版を描いた。アデレード王妃、ビクトリア女王によって常任植物画家に認じられ、ベンジャミン・マウンドの植物雑誌、ボタニストや、園芸協会年報やイラストレーテッドブーケや、 カーチスボタニカルマガジンの図版を描いた。父親は、グロスターシャー州の教区牧師で、摂政王大使の宗教儀式係を務めた。ロンドンで生涯を送り、会計士のセオドア・ウィザースと結婚した。1827年から1865年の間、画家として活動し、王立アカデミーやイギリス芸術家協会や、新水彩画協会の会員として活動した。 英国の造園家、ジョン・ラウドンは、1831年に、ガーデナーズ・マガジンの中で、描かれた植物や、果実の植物学的な正確さが、その品種の分類を可能にするほどであると称えた。1815年に、栽培果実の名称を削減統一するために、ウィリアム・ジャクソン・フッカーが、10巻にわたるの水彩画布を作ろうとして、 病気のためにその仕事が継続が困難になったとき、バーバラ・コットンらと共に仕事を完成させるために、選ばれた4人の植物画家の一人となった。他に、ロバート・トンプソンのザ・ガーデナーズ・アシスタントや、A ワイドツー、ザ・フォーメーションマネージメント・オブ・ザ・キッチン、フルーツ、フラワー・ガーデン、ザ・カルティベーション・オブ・カンサー・ベトリ、グリーン、ハウス、ストーブ・プランツ、ウィズ・エイ、 コープアスカレンダーオブガーデニングオペレーションズの図版も描いた。ありがとうございます。